洗い針で紳士を貼る様子洗い針、または洗い針は和服専門の選択方法の一つである。着物など縫い合わされて衣服の形状を成しているものから糸を抜き、一枚布の形状に解き放しての洗浄を行う。この手法から解洗い、解き洗いともいい、対義語は丸洗い。一般的には短物は丸洗いを行うが、 合わせのものには洗い張りを行う。これは合わせの場合、着物の形のまま丸洗いをすると水同士による伸縮によって表地と裏地との釣り合いが取れなくなってしまうためである。替え洗いを行った後、蝶の作業で仕上げ、乾燥を行うが、この作業及びこの手法で乾燥させる布地を張り物、または張り物という、板張りに使用する板を張り板。 張り物をったといい、この作業を制御とするものを、張り物や蝶や張り物師、あるいは蝶殿という。洗い張りを行う趣向業者、職人を洗い張り屋と呼ぶ。現在では染め物屋、特に関西では、漆海屋に発注する。張り物を専門に行う職人である蝶殿。無数の出ぬをピンと張る作業である。江戸中期の洗い張りの様子。 鈴木春信が岩瀬京伝、新井春浮世模様より、新井春がいつ頃始められたかはわからないが、10世紀末の970年頃に成立したとされる、うつほ物語には、張り物を行う人物がすでに登場している。新井春は、室町時代にはすでに存在し、染物屋が兼業で手掛けていたとされる。貝洗いのうち、貼り物の工程を専門に行う職人、 蝶殿が15世紀末の1494年に編纂された32番職人歌合わせに紹介されており、遅くともこの時期には張り物の専門職が存在していたと言える。同歌合わせにはいい屋敷身のあるものとして平方絵師と共に体になっており、小袖を着た女性が無数ので布を貼っている姿が描かれている。この歌合わせに乗せられた歌は、というもので、 蝶殿の仕事が春になると花見を目前に繁忙期になること野外で行う作業であるため雨天は休まざるを得ず室内で張り物ができるような豪邸を作りたいものだという歌に蝶殿の職能の特徴を描いている近世の17世紀末1690年に観光された風俗辞典人林君毛水にはと紹介されている荒井沢物とは 洗濯物の入れ、木犬の硬質を除去する、練り物の作業をする家では、張り物を行うのだということである。江戸時代には、洗い張りを専業で行う、洗い張り屋が登場した。この時代になると、大阪に、失海屋が登場し、大阪で衣服の染め、洗い張りの注文を受け、京都の専門店に出す、という仲介業で、後には染め、洗い張りを行う、業者、 職人を指すようになり、現在に至る。1786年、岩瀬京殿が上司した、洗いり浮世模様は、洗いりの姿の華やかさになぞらえて、当時流行した模様を紹介したイラスト集である。近代以降は、家庭でも、洗いりを行うようになったが、第二次世界大戦以降は染め物や、しっ屋に害虫するケースが増えている。 1949年に設定された日本標準産業分類では、細分類、洗い針、染物業として、洗い針業は染物業と共に1カテゴリーを形成していたが、2007年の改正で、その他の選択、利用、浴場業と統合され、小分類、その他の選択、利用、美容、浴場業を形成した。 現在の日本での費用相場は、洗い張りが1万2二千円、ガード加工に1万2二千円、さらに仕立てる必要があるので、仕立て台が3万8八千円といったところだという。1950年代に、要塞専門誌で、通信販売されていた折りたたみ式、家庭用洗い張り機、洗い張りの工程は、文字通り、洗い段階と長段階に大別される。洗い段階では、 まず衣服の形状から、単物の形状へと溶きほぐし、糸くずやゴミを除去してから、水洗を行う。次の、長段階、貼り物が仕上げであり、単物の素材によって方法が分かれる。湯の塩を除き、いずれも糊を使用して、貼って乾燥させることで、光沢や風合いを出す。板張り仕上げ木綿、04、高色地、貼り仕上げちりめん、おみじ。 大島つむぎ等のつむぎといった高級絹、織物湯の仕上げちりめん等の強年支物、アイロン仕上げ近代以降の方法一般家庭で行う場合は、日差しが強くなる初夏から夏にかけて、工程1.2の貼り物を行うために、逆算して合わせの着物をはじめ、布団や綿入れ板店なども含む家中の着物の時物を春に始めたという。 蒸気のように季節ごとにまとめて洗い張り作業を行う、過程もあれば、季節に関かかわらず着物ごとに行う場合もあった。一つ着染めたら汚れるまで気通して、着替え減ればすぐ溶いて仕立て直してまた着るという風に、順々にしている、夫人の友第11巻第8号夫人の友社1917年、また、木綿の一重であっても洗い張りをして仕立て直しながら、 来た方が長持ちするとも言われ、家庭で洗い張りを行っていた頃は、家事の中で所要時間上最大の比率を占めたのが、洗い張りとそれに伴う仕立て直しを含めた衣類の世話であったという。洗い張り、染物業は日本の職業のカテゴリーの一つであり、日本標準産業分類の再分類である。染物業とともに一カテゴリーを形成している。かつては大分類、 旧サービス業、中分類、82選択、利用、美容、浴場業、小分類、821選択業にカテゴライズされていたが、2007年の改正以降、下記のカテゴリに置かれている。ありがとうございます。